ゆっくりやってます。おー、はい、そういうことか。うわ、はい、おお出ました、八極拳。おお、ね、うわ、派手に吹っ飛んでますね。胸へこんだよ。今は飛びすぎじゃないですか。違う、これ嘘じゃないよ。おお、うわ、こっちの人も吹っ飛んだ。これは中達也先生も驚いた宮平保先生の八極拳。グレートジャーニーシリーズで世界中で話題沸騰です。しかしいくらすごいと言ってもあんなに吹っ飛ぶなんて信じられないですよね。僕もどうしても信じられなくて実際に体験してみました。どうぞご覧ください。ただ肘をやるだけですね。はい。これですね。はい、これで。皆さん報告します。本当です。本当に吹っ飛びます。しかも自分の意思と無関係に。そしてめちゃくちゃ痛いです。痛みが想像を超えてます。いや、これは折れますよね、これ。折れます。はい。このとんでもなくすごい武術、八極拳の稽古を見せてもらいました。はい、はい、この八極拳という武術は今、はい、なんか足音がすごかったよ。どうやって新脚と言いましてね、あの地面をこうドスンとやることでパワーをこうあの使うという、まあ中国でもすごく独特な拳法ですね。地面をドスンとやることでパワーを使う。そうですね、まあ、重心をこう一心にこう一気に集めるという、はい、それをこう打撃へこう転換させるわけですね。はい、今のは八極拳の消化式という型で、はいはい、あの爆発力をこう得る最初に学ぶ方ですね。あの前回 DVD の中でやりました肘打ち、先ほど出てたと思うんですけど、ね、はい、肘を使った体当たりって、ね、はいはい、体験させてもらえますか。今あのなんか 軽くあの例の軽いやつ先生、今回体験するのはこの男。この拳で分かりますよね。そう、黒帯ワールドの人気者、武道歴40年の高石橋さん。グレートジャーニーで八極拳を見ちゃった高さん、今日は本気でビビってます。珍しいですね。高さん頑張って。ちょっと危ないです。耐えてもらって大丈夫です。大丈夫です。準備しすぎ。いや、東京帰れないかもしれないし。3割5割、はいはい、5割、はい、体験 3割5割もダメですね、はい、3割で、はい、じゃあ石橋さん、じゃあ真ん中で、はい、じゃあちょっと力を口、はいいい、これは自然体でもいいですか。自然体でも構いません。はい、はい、あまりあの全力でもいいです。はい、うわっ、マジですごい。想像以上。はい、これ嘘じゃなく、はい、胸へこんだよ。今は飛びすぎじゃないですか。違う、これ嘘じゃないよ。ちょっと防具必要だと思いますけど、これ何枚なんですか。そう、もうちょっともういいです。これはなんていう技なんでしたっけ。長中、長中ってどういう字。長中ってのはいわゆる肘の頂点、いただき、はい、いわゆるこの一番尖ったところでの体重の気をつける。まあ、ただ5割もいってないかぐらいだと思います。そうですね。ちょっとドリアンティもしますし、まあ、水中戦だとね、あちこちきついですよね。はい、これも相手が半身の場合はどうあるんですか、やっぱり。うん、半身の場合は、要はこちら側に、こちらの方で手で向けて、正面にすることで直角になってるということですよね。おー、はいはい、で、八極拳って多分、おそらく伊勢部さんイメージとして横になってそれが体重でゴンとぶつかってイメージが あると思うんですけど、実はこれ正面でですね、正面を向いてゴンとぶつかるんですね。横から、ですから八極拳のこう
秘密といいますか、3番合一といいまして、上中下をですね、3つを一挙にこれで合わせるということで、こうやっぱり距離があるほど体重が乗るので、こっちから走ってきて体重を乗せるっていうのは格闘技では実際不可能ですので、相手も反応しますから。だからこの力でじゃあどうやって重いのを出すかといいますと、いわゆるこれですね、はい、これがポンとこうひねる、はい、これすごいですね。これあもうダメだ、もうジックス。この後宮平保先生自ら八極拳を丁寧に解説してくれました。タカさん良かったじゃないですか。この模様はグレートジャーニー3の特典映像に入っています。だから相手としてはこれとこれを追加しないと当たることができる。いいプレーです。おお、そういうことか。うわっ、この2つすごい。あ、ごめんなさい。いや、今、大きな網を張って包むと。タカさん、どうでした？まあ、もちろん DVD で拝見させていただいて、あ、そういうもんなんだろうなというのは、まあ、見ただけでですよ、イメージはあったんだけど、やっぱもうやられてみると、もう全くの異世界。いや、僕のもう、また未体験ゾーンですね。ああ、まだあるんだな、知らないことが。素晴らしいですね。素晴らしいですね。本当ですか？あの素晴らしい、本当に。いろいろ打ってみたくなります。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ビビりまくった後は美味しいビール。 Don't think ビールね。タカさん良かったですね。幸せ。武道歴40年のタカさんに未体験ゾーンと言わしめた宮平先生の八極拳、もっと見たくなったらぜひグレートジャーニーシリーズを見てくださいね。クロビワールドは毎日更新。明日もお楽しみに。